皆さんもお風呂は入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはのんのん IGQ@gmail.com、 nonnonig9@gmail.com までお待ちしております。それではお時間まで私のんのんおしゃべりに皆さんお付き合いください。皆さんこんばんは、女のノンです。ついにね、本格的に夏に突入して、結構もう30度を超える日が多くて夏バテしそうですが、皆さん大丈夫ですか？私はもう早く夏が終わってほしいなと思っています。なぜなら暑いからです。なんか毎日T シャツとなんかカゴパンツだとかチーパンだとか、なんかレパートリーが夏はあんまりなくて、ちょっとなんか物足りないなと感じております。やっぱ私は冬のファッションの方が好きなので、なんかなんだろうな、いろいろ着込めるから、なんかおしゃれするのが楽しいというか。夏も夏で楽しいんだけどね、着すぎると暑くなっちゃうからさ、特に沖縄は。って感じですけど、皆さん体調にはくれぐれも気をつけて元気に夏を乗り越えていきましょう。ということで、早速第14夜のノンの本日のおすすめは、最初の記憶、みんな何歳頃ですか？私はね、なんか順番があやふやなんだけど、多分2歳か3歳の保育園生の頃で、なんか消防施設なのかな、あれは、消防署にみんなで手をつないでね、遠足に行った思い出があります。なんか多分保育園の近くかに消防署があって、そこにみんなで歩いて、なんか消防車を見た記憶がありますね。か、それか、多分そっちの方が倍なんだけど、それか、なんか結構前に話した、あの、私が歯を折った日の記憶。そう、私前歯を折ったことがあるんですね。3歳くらいかな。私昔からパズルをするのが好きで、もう3歳くらいの時にはしてたらしいんですけど、その時はなんか、なんだろう、プリンセスかなんかのパズルをしてて、そこはあんまり覚えてないんですけど、あのね、なんか畳がある部屋でやってて、で奥にこのパズルの奥にタンスがあって、で私はそのね、ちょっとパズルを飛び越えたかったんだけど、ちょっと運動神経が悪くて、ちょっとね、運動神経が悪いプラス空間認識能力、空間把握能力がなくって、
そのままタンスにぶつかっちゃって歯がちょっと取れちゃったよっていう話です。なんか本当に歯取れたくらいのそんな感覚で、それくらいかな多分。あとはなんかね、私5歳かな、下に弟がいるんですけど、その弟が生まれる時、私は父さんと、ね、夜そのお母さんが入院しますっていう日に、当然私はお父さんと寝るわけですよ、お母さんいないから。その時の記憶とかが懐かしいですね多分私が一人っ子だった時の最後の記憶かな。そう考えるとちょっと感慨深いですね。もう5歳の時から15年間一人っ子じゃないので、もうお姉ちゃんとして生きているのでね、そう考えると感慨深いですね。じゃ早速皆さんのメールを読んでいきますか。今メール探します。ちょっと、はい、ありました。いつもいつもメールをありがとうございます。1つ目のメールをご紹介します。テーマ、最初の記憶、ラジオネームヤンポーさん、毎回送ってくれる、ありがとうございます。皆さんもね、ヤンポーさんのように毎回毎回送ってきて、見てもらってもらったら嬉しいのでね、送ってきてください。なんかラジオネーム、ラジオに送ったことないよとかいう人とかは、何でもいいからラジオネームつけて私の番組に送ってきてください。なんかハードルがさ、一番この世で一番低いラジオだからさ、もう大きいラジオ番組とかだったらもう読まれるかもわからないじゃないですか。私も送ったことあるけど超緊張するんですよ。そう、でもね、でもちょっとなんか、私がラジオ番組にあんまりなんか頻繁にメールを送るわけじゃ、送る方じゃなくて、本当に年に3回とか多くてねくらいなんだけど、その理由がなんか自分のメールが読まれたかっていうのばっかり気になっちゃって、純粋にラジオを楽しめないっていうね、それがね、表裏一体なんだよね。読まれたら嬉しいけど、そう、純粋にいつもの楽しみ方ができなくなっちゃうっていうね。まあそれがなんか、それしかまあデメリットがないので私のラジオにね、ぜひ送ってきてください。ちょっとだいぶ話がそれちゃったけどそれじゃあヤンポさんのメールいきましょう。こんばんは。こんばんは。して最初の記憶って一番古い記憶のことね。そうですよその名の通り、一番古い記憶ね。一番古い記憶なら4歳の時に同じ保育園の1歳くらいの子を抱っこしたつもりが抱っこになっていなかったことかな。おお、同じ4歳、やっぱね、2歳とか3歳とか4歳とか、そのくらいの記憶が一番古いんですね。抱っこしたつもりで抱っこになってなかった。この時期、この年齢あるあるですね。ちょっと抱っこされてる子が苦しそうっていうね、あれ。4歳で1歳の子を抱っこするなんてできるはずがないからねそうですよねもちろん保育所の先生に怒られました。その保育園の先生は今は親戚になってるとさ、めでたし、え？どういうこと？え？
誰かがその保育園の先生と結婚したってこと、それか保育園の先生の兄弟の方と結婚したってこと。でもすごい、なんかすごいな、びっくりですよね。このヤンポーさんからしても、保育園の先生からしても、あの時見てた子が親戚だなんて、あの時の先生が親戚だなんてっていう気持ち、私まだ味わったことないです。親戚が増えるってあんまり味わったことないから、いいな。これからあるんだろうね、多分あるんだろうねって兄弟が結婚してとか、いとこが結婚してとか、楽しみですね。ヤンポさん、ありがとうございました。で、次のメールに行きます。のんちゃん、こんばんにゃ、ヤン吉です。今夜のテーマ、一番最初の記憶、あれは6歳の幼稚園の頃、親父に頼まれて近くの売店にタバコを買いに行かされた銘柄はハイトーン、何セントかまでは覚えてない。待って待って待って、あ、なるほど、何セントかってことはあれなんだね、アメリカ時代か、沖縄がアメリカの管理下にあった時ね。だからといってタバコって買えるの ?6 歳で。売店だって、そう言ったって売店にいるのはきっとうちなんちでしょ。え？あ、もうあれか、6歳ってちっちゃすぎて、もうお使いっていうことが分かってたのか、近くの売店の店番の方は。この子が吸うわけないだろうなっていう感じで売ったのか。すげえ、今だったら考えられないすごっ、そんなことがあるんだ。ヤン吉さん以外にも、ヤン吉さんと同じ年代の方はこのタバコをお使いに行かされるっていうことを結構経験してる方が多いんですかね。すごい、どうなってんだどうなってんだ、その頃の法律。ゆるゆるすぎますね、すごい今では考えられないな、本当に。すごい、ありがとうございました。面白い、なんか新しいことを知れたメールでしたね。ありがとうございました。で、今日はちょっと早めにコーナーの方に移ります。皆さん、メールありがとうございました。コーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、最近の音楽活動のお話をするコーナーです。ではまず告知の方をさせていただきます。先週もしたんですけど、まずは7月28日、もう1週間前ですね、来週の日曜日、19時オープン、19時半スタートで、私たちの初の主催ライブ、ダウンオンボリューム1が、コザのジグザグさんにてあります。開催されます。ので、皆さんぜひ来てください。チケットが、1人1000円プラスワンドリンク。激安ですので、皆さんね、来てください。よろしくお願いします。もし予約とかされる方は、私たちの公式の、インスタグラムかツイッターの DM まで
お願いします。アイデルスペースバンドで検索すると出てくるかと思いますので、よろしくお願いします。主催ライブといってもワンマンではないので、一緒に出てくださるバンドの方がいまして、その方も紹介しますね。まずハウルさんとキャットベアーズさん、サーブフォアさんと私たちの4バンドの対バンで行います。もう一度アナウンスすると、オープンが19時、あ、7月28日日曜日の28日日曜日のオープンが19時、スタートが19時半、チャージが1000円プラスワンドリンク、場所がライブハウスジグザグで行いますので、よろしくお願いします。次に、その次の週です。2024年8月3日土曜日、もう8月ですね、地獄車さんの主催ライブサマーオブラブに出演させていただきます。やってもらいました、嬉しいです、ありがとうございます。この日は、主催の地獄車さんとザ・ウェストパンクスさん、アナザースターティングラインさんと私たちアイデリックリリックが出ます。オープンが20時30分、スタートが21時の少し遅めの、スタートになっておりますので、皆さんお仕事終わりとか土曜日なので、もしよかったら来てください。場所が浦添区のグルーヴさんで、チャージが1500円プラスワンドリンクです。予約は先ほどと同じように私たちのバンドの SNS までよろしくお願いします。じゃあ本日の店内 BGM を紹介します。ししゃもさんで熱帯夜、いいですねそれではまずししゃもさんについて軽くご紹介します。結成が2010年、今から14年前ですかね。高校生の時に結成して、で2013年にデビュー、でその時のアルバムがシシャモ、あ、そうだ、メンバーを紹介しなかったね。今のメンバーはギターボーカルが宮崎あさこさんで、ベースが松岡あやさんで、ドラムが吉川美咲さんで、このメンバー体制になったのが2014年で、それまではベースに、ベースのメンバーが、ちょっと前のメンバーがいて、今のメンバーと名前が似てるんですよね、松本彩さんという方が勤めていたんですけれども、もともと20歳になるまでしかバンドをやらないよっていう約束だったみたいで、それで抜けて、今の松岡彩さんが加わって、今のシシャモの体制になったみたいですね。そしてね、なんといっても先日、ドラムの吉川美咲さんが、かねてよりお付き合いしていた彼女さんがいて、その方とパートナーシップを結んだっていう報告を、素敵な報告をしてましたね。私もそれをね、X、Twitter で見たんですけど、ってなって、もう、すごいなって、今日それを言いたくて、ちょうどね、先週、シシャモ来週もやりますって言ったばっかりで、なんかタイムリーだったので、すごい良かったなと、なんか、いいタイミングだったかなと思います。なんか、Twitter でいっぱい言われてたのが、シシャモの曲で、シシャモさんの曲で、僕に彼女ができたんだっていう、ちょっと
可愛い曲がねあって、僕に彼女ができたんだけど彼女と2人だけの秘密ねっていう約束をしてるから誰にも言いたいんだけど誰にも言えないんだよねっていう曲があるんですけど、その曲はドラムのこのパートナーシップを結びましたって発表したね吉川さんが作ったんですけど、作った曲なんですけど、その曲が僕っていう一人称だから男の子に彼女ができたっていう、取り方もあるけど、そうじゃなくて主人公は女の子で、でその子に彼女ができたんだよっていう女の子同士の恋愛っていう曲を書いたんじゃっていう解釈もあるよねっていうのがいっぱいね書かれてて、で私もう一回聞いてみたんですね、僕に彼女ができたんだ、確かにそうじゃんってなっちゃって全然結構聴いてる曲なのに気づかなかった、でもちょっと気づかなかったのが悲しかった、反面その新しい解釈をね見つけたじゃないね勝手に自分のものにしながら新しい解釈を知れたっていうのが結構すごくね嬉しかったですね、本当におめでとうございます。で今日流した、まだ流れてるかな、熱帯夜もう結構思い出の曲で、私がシシャモさんにハマったきっかけが友達が好きでハマったんですけど、その子と一緒になんかよく学校とかで熱帯夜を弾いてた思い出があります一緒に歌ったりとかしてめちゃくちゃ楽しかったです。なんか懐かしいな、今度これも弾き語りしようかな、私インスタでね弾き語りを載せてやってるので、なんか皆さんインスタもぜひフォローしてください。のアンダーバー、あアンダーバーの、NON_IG 出てると思いますのでよろしくお願いしますさてそろそろシーパルシープも閉店のお時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日もノンノンおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日のノンノンおすすめは台風、メッセージは nonnonigq@gmail.com nonnonig 数字の q@gmail.com までお待ちしております。7月30日火曜日の昼の12時までにメッセージを送っていただけると嬉しいです。それでは皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。